コナンに出てくるゲンタがよく行く弁当屋のおばちゃんが放課まだったらしいぞゥゥゥゥゥゥゥあ、そうや俺さ、ツイッターで発見したんやけど、あれ見ようぜ。普通にちょっと好きなんやけど。何っておもろいのあってよ。あれかって、あれあれ。行くおー早くしろ。まあ待てよ。 俺だってキズない腹ませてよ <laughs> こんだけなんやけどょしょうもねえっていう <laughs> こんだけ <laughs> 短くていい犯人がすぐ分かるってやつなそう勢いがいいのよなめっちゃ伸びてえ何万再生やったごめん見てなかった これ寒いって言われてた。え、あれ、をどう考えても面白いけど。俺の完成では面白かった。再生数8万超えてた。は俺のマッドです。8万超えるんやな。言ってることやばすぎだろって。うん。いいとこチョイスしてるなって思いながら。まあ、でもここはあの、俺だけじゃなくて、いろんな配信者取り扱ってるとこやで。宣伝は知らんとこ。オリジナリティなくないオリジナリティでしかないやん。 聞いたことあるそんなこと言うてるやつ。おい、ちゃんが面白いだけじゃん。ああ、そうやって考えたらいいことだね。動画のことでしょいや、こういうなんかタイトルに合わせて言うっていう芸風面白いじゃん。有名なんやったらポケモンの誰だみたいな感じのマッドみたいな感じか。い、いや、いい発想やと思う。いや、オリジナルティーないってこれで言い出したらって思うけど。もうちょっと頑張って調理したのが見たいな。 俺、あのマッドの制作,者じゃな制作者じゃないけど言わせて、お前がやれよ <laughs> あんたら文句ばっかり言うてお前がやれよってなるで言うのは自由だよって本当に口が、声がでかいね、あんたらは。視聴者様やってるね。